おはようございます。時間はですね、5時半です。ここのこの近辺はですね、カラスよりトンビの方が多いところで、ご覧のようにたくさんトンビがピーヒョロピーヒョロ待っております。こんな感じのところにいたんですね。結局のところ12時半から、この5時半に至るまでの、5時間ですか、全くレポートしなかったのはですね、電池がまあもうないということ、バッテリーがもうなかったということでですね、あとは爆睡してしまいましてですね、すっかり気持ちの嫌だなと思います。本当はさ、毎日これぐらいの時間に起きて一日を過ごすと、あれでしょうね、一日も快適に有効に使えるような気がするんですが、この時間皆さん今は何をしていますか。私がいたのはこんなところでした。それでは皆さん、今日最後の、うわもうパソコンがすんげえ大変なことになってる、これはメンテナンスが大変そうであります。すんげえ砂だらけ。というわけで、以上、連休の最後から連休明けにかけての海岸レポートでした。ちなみに昨日の夜中ね、そういえばね、イカ釣り船がね、沖合を通ってて、ああ生きているのは俺だけじゃない、起きているのは俺だけじゃないと思いましたね。というような爽やかな朝でした。おしまい。